ありがとう、イネさん。外出中かな。閉まってるな。タムさん。よ、元気か。ちょっと付き合えよ。ごめん、今日はやめとくよ。ガチャガチャ。一回100円か。買ってみるか。お、これは。もう少し遊ぶか。いや、やめとこう。ガチャガチャ、一回100円か。買ってみるか。やった。もう少し遊ぶか。いや、やめとこう。ゆり子さん。あら、りょうくん、元気？
すいません。よう。三島の中国人を探しているんですが。三島の？りょうくん、三島なんてよく知ってるな。アジイチの東寺さんに聞きました。前田さんに聞けばわかるって。そうか。教えてもらえますか、前田さん。ああ、もちろん。ハンバーガー屋のずっと先に。ファニーベアですね。八百屋さんの先の。ああ、その先に、龍理髪店っていう床屋があるんだ。中国人夫婦がやってる三島の床屋だよ。当時さんは閉まってるって言ってましたけど。ああ、そこのじいさんが入院してるらしいけど、今日あたり退院だって聞いてるよ。そうですか。じゃあ行ってみます。リュウさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように？いえ、違うんです。中国人のことをお聞きしたくて。あなたは？葉月と言います。山の瀬の葉月武官の。葉月さん。ほら、あなた、新聞に出てた雪の日の。ああ、いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち三島の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は二世なので、あなたのご期待には。あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない？ああ、そうか。その方は80になる私の父です。戦前から横浜で商売していたので、確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところなんですよ。いろいろあって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか？ピンピンしてますよ。スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。スズメ公園ですか。ぐるっとドブ板を一周散歩してお蕎麦屋に寄るのが日課で。ありがとうございます。行って訪ねてみます。
まだこの辺で情報が得られるかもしれないな。あの、リュウさんですか？そうだが、君は？ハズキと言います。山の瀬のハズキ武官の。ああ、噂には聞いている。お気の毒だったが、何か用かね？蘭亭と名乗る中国人を探してるんです。アジイチの父さんたち三頭の方々が、リュウさんなら何かご存知だろうと。おお。君は三頭を知っているのかね？理髪師、調理師、仕立て師を指すと。さよう。いつ何時刺客に狙われるやもしれない皇帝を、カミソリ、包丁、ハサミを持ってお守りした誇り高い仕事師たちだ。蘭亭のことですが、その呼び名から察するに、おそらく中国の闇の組織のものだろう。あるいはチャイニーズマフィアか。そんな奴らがこの横須賀に。正規の入国手続きを踏まずとも、港を拠点に活動を広げられるからだ。近辺の船員に聞いてみなさい。必ず何か知っている。船員か。探してみます。本当にありがとうございました。頑張りなさい。待ちな、ハズキ。俺にぶつかっといて挨拶もねえのか。てめえ、えのきさんに詫び入れろ。それともここで勝負しようってか。相手してる暇はない。俺に構うな。そうはいかねえぜ。おら、おい、この野郎。うらやりやがったな。うへぇ、うほぉ、なんてやつだ。俺にはお前らを相手にしてる時間はないんだ。はい、すいません。もう二度と俺に構うな。いいな。わかりました。おい、大丈夫か？しっかりしろ。あの、やあ、いらっしゃい。船員が集まるところ知ってますか？船員会？夜になると見かけるよ。うちは8時に閉めるけど、そのちょっと前から見かけるね。そうですか。船員ってほら、みんなガタイいいだろ。すぐわかるよ。船員が集まるところは、それはやっぱりバーじゃないかな。ありがとう。
めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、猫ちゃん元気になるかな。きっと大丈夫さ。そうだよね。猫の名前は決めてあげたのかい？まだなの。お兄ちゃん、名前何がいいかな。そうだな。サスケはどうだい？きっと丈夫な猫になるぞ。やだ、猫ちゃん女の子だよ。おい、元気か？俺のことも覚えてくれたみたいだな。遊ぼう。めぐみちゃん。お兄ちゃん、今度逆上がり教えてね。めぐみ、楽しみにしてるからね。ああ、また今度ね。寒くないか？めぐみちゃん。お兄ちゃん、また遊ぼうね。きっとだよ。ああ、また今度ね。めぐみちゃん。お兄ちゃん、今度逆上がり教えてね。めぐみ、楽しみにしてるからね。ああ、また今度ね。福さん、水月好きの練習してたのか？ええ、入門したての頃、3年間はこの基本技だけやらされて。基本に通ぜしもの、精髄に至るか、親父の好きな言葉だったな。ええ、でも、もう指導してくれる先生はいないんですよね。俺なんてまだ脇が開く癖が治ってないのに。そうだ、りょうさん、できればお手本を見せてくれませんか？ああ、いいよ。じゃあ、まず俺がやります。姿勢が乱れてないかよく見ててください。一歩前進すると同時に腕に力を込め拳を打ち出す。あいてて。福さん、大丈夫です。さあ、リオさん、手本を見せてください。わかった。親父ほどうまくできないけど。いい感じですね。次が大事なんだ。体全体の動きを強調させ、全身と同時に拳を突き出す。親父ほどうまくできないけど。やっぱりりょうさんですね。動きが俺なんかより断然いいや。俺なんかとは全然違う。
親父には随分鍛えられたからな。先生はいつもこの水月月が基本で一番大切だって言ってましたからね。この際もう少し練習してみますか。いややめとくよ。そうですか。稽古をする気になったらいつでも呼んでください。付き合いますよ。ありがとう福さん。なんすか。福さんの知り合いで船員いるかな。船員すか。いないっすね。そうか。そうだ、西条さんに聞いてみました。バー横須賀の西条さん。ええ、あの人知り合い多いから。ありがとう。行くぞ SA! OK! コータ、へぇ、うん、病院じゃん、危ない。ごめんなさい。大丈夫？ああ、でも道路で遊ぶときは気をつけるんだぞ。はい。待ってよお兄ちゃん、待ってってば。野村さん。ああ、りょうくんか。船員が集まるところを知りませんか。船員なら夜中に桜ヶ丘公園で騒いでるぜ。ドブ板で酔っ払った連中がふらふら来てるんだ。そうですか。船員が公園に来るのって何時頃ですか。そうだな、俺も寝てっからよくわかんねえけど、かなり遅い時間だぜ。一度うるせえって怒鳴ってやったんだ。朝見たら大切な車に傷つけられて唾までかけられてたよ。ひどいですね。まあ関わらないに越したことはねえってことよ。はあ。
エキサイト QTE 1回100円。遊んでみるか。もう終わりか。エキサイト QTE 1回100円。遊んでみるか。もう終わりか。1回100円か。 Come on, kid! Think you can beat me? ちょっと遊んでみるか。QT タイトル1回100円。 Come on, kid! Think you can beat me? 遊んでいくか。You suck! Second try!Final try! Ready, go! You suck! Hey, kid! Go practice! 1回100円か。 Come on, fighter! ちょっと遊んでみるか。Second try! Ready, go! You suck! Final try! Ready, go! You suck! Hey, kid! Go home to mama!1回100円か。 Come on, kid! やってみるか。You suck! Second try! Ready, go!Final try! Ready, go!
Hey, kid! Go home to mama!1回100円か。やってみるか。スペースハリアー、1回100円。やってみるか。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready.すいません。お、寮か。酒は出せないけど、休んでいなよ。ありがとう。コーラでいいかい？ええ。
それで何の用だい。西条さん、この辺りで船員が集まるところ知ってます？船員といってもただの船員じゃなさそうだな。ええ、MJQ かハートビーツに行ってみな。そこにいるんですか？気をつけな。ヤバい連中とつながってるやつもいる。腕に入れ墨をしているやつは？そんなやつもいるだろうな。わかりました。あら、りょうちゃん。あけみさん、もう少し回ってみるか。すいません。悪いの、他の人に聞いてくれるか。
何？船員が集まるところを探してるんです。こちらに船員は来ませんか？船員？来ねえけど。そうですか、失礼します。よう、なんだ？あの人たちは船員ですか？さあな、自分で聞いてみな。ただし、揉め事はなしだ。いいな？わかりました。ちょっといいかな？へい、ボーイがなんか言ってるぜ。あんたたち、船員か？さてどうかな。え、ボーイ、ゲームしないか？ゲーム？ワンショットとしたら You の勝ち。何でも答えるね。外したら Me の勝ち。 You バーベンおごる。 OK？ 分かった、落とせばいいんだな。ハン、 Try your luck。俺が勝てば教えてくれる約束だったな。お前たちは船員か？ No、 ミーたちはビスのクルーだよ。お金がないセーラーマンはハートビーツで飲んでるよ。ハートビーツ？ Hey、 Next one game、 Come on。you
西条さん。どうした？いえ、何でもないです。どけよ。 What? Go home! Hey you! いらっしゃい。スクールボーイにはミルクがお似合いだぜ。あいつらは船員か？さあな、中国に出入りしてる船員を探してるんだ。坊主、刑事ドラマの真似ならよそでやんな。俺に構うな。ガキのくせに生意気な。いてぬ見てぬか。ほら、You fresh? その辺にしときな。ずいぶん派手にやってくれたな、坊や。俺は中国の組織について知りたいだけだ。教えてやる。え？その代わり、二度と顔を出すな。わかった。チャーリーって男を探せ。チャーリー？やつは密輸ブローカーで裏の世界に顔が利く。その中国の組織ってやつも知っているはずだ。どこにいる？やつの愛車はアメリカンバイクだ。その辺のバイクショップを当たってみな。チャーリーの格好は？やつはいつもグラサンに黒い革ジャンだ。それと腕に入れ墨を入れてたな。腕に入れ墨。話は終わりだ。消えな。
元気そうだな。ほら、気持ちいいだろ。もうこんな時間か。帰りなさい、リオさん。ああ、ただいま。遅いので心配しておりました。大丈夫だよ、11時までには帰るから。あまり口うるさいことは言いたくありませんが。ああ、分かってる。チャーリーってやつ知らないか？チャーリーですか？いや、知らないっすけど。何者ですか？黒い服のやつらと関わりがあるらしい。黒い服のやつらと？そいつも腕に入れ墨をしてるらしい。なんだって？本当ですか？詳しいことわからないか？わかんないっすね。そうか。明日にするか。